はい、お願いです。えー、今回ですね、アメリカ関係ですね。今、トラさん、ビヨンデン関係結構いろいろありましてですね。まずあったのがビヨンデンですね。ビヨンデンがイギリスの国葬、ザ,ザマさんのあの国葬に行ってまして、そこでね、やっちゃいましたですね。えー、遅刻します。にやと、ね、っとんね言うて。 まあ、国葬遅刻するって、ま、どういうことやねんでね、これね、結構偉いことだと思うんですよね。まあ、わざとなのかどうかね、わかります。なぜかっていうと、あの、遅刻することにても結構待たされたらしいんです。で、中に入って座ろうかーってなった時に、まあ、トラさんであれば結構前とか最前列というか、前の方に去ると思うんだけど、ビヨンデンは後ろの方やったらしいんですよね。だから、前の方に座られへんから、もう遅刻するしかありませんかーってね、そんな感じかもしれない。それ さんもですねビヨンデのこの椅子の位置に対しても、えー、話をされてました内容をお伝えしますで次はのトラサン陣営のマイクリンデルさんですねあのー、発表しました今後18時間以内にアメリカの政府ですね、えー、訴えますともうこいつだからやっとうことめちゃめちゃやからもう訴えます言うて、えー、そういうことを発表していましたで、以前あのー、携帯を取られたとこがあったと思うんですけどもそこの細かい情報もまた出てきましたのでやっぱりね f の b の で、最後に、トラさんですね。トラさんが、ご自宅に戻りました。まあ、ラゴです。あそこの F の B の愛がいきなりこう入っていって、わけわからん。も持っていって。なたはもう持っていったとか言いながらも嘘ついとれないかとか。まあ、そういうことがありましたけども、それに対して、トラさんが発言されてました。やっぱりね、やってたことが、あのー、いろいろあったみたいですね。で、トラさんは、その F の B の愛が操作してる 時にニューヨークにいたらしいんですけども、そこでカメラで全部見とったらしいんです。見とんか eu ででそのカメラでやっぱり f の b の絵が操作してる内容を見とったらしいんですけども、あのー、ありえへんことをね。やってたみたいです。そこの記事紹介したいと思います。 まずアメリカのビヨンデンですね。ビヨンデンがザマス女王の国葬に行きました。で、行くんは行くね、いいんですけども、遅れちゃいました、すんません、っ,っ,って、他に言うて。ま、あ国葬遅れるってどういうことやねんでね、前もって入っとけやと思います。で、やっぱその日本の天皇陛下も行ってはるんですけども、バスで乗り合いで行ってるんですけども、じゃあビヨンデン何で行ったかっていうと、ザ・ビースト。あのー、アメリカのね、大の統領専用の車で行ってるんですね。まあ、乗り合いバス乗っとけっちゃう話 ですよね何をお前個人的に言っとうんだよね。なんかそのイギリスの道今度ねえで、遅れましたすんませんゆで、そんなことがあったみたいです。一旦まず記事紹介してもちょっといろいろ言いたいんですけども、まずダマス増王、増王の、えー、国葬に遅れて到着したビヨンデン、席がありませんでした。もうなんか外でですね、かなり待たされたみたいでして、えー、ジョービヨンデンとジルビヨンデンです月曜日ロンドンで行れたダマさんの、えー、葬式に遅刻をしました。彼のシャツとタキシー、 どのボタンを操作するのに、通常よりも時間がかかったに違いありません。と記事では紹介されてますが、服着られへんのかい言うて、もうタキシード、なかなかなか着ることないから、難しかったんかいって、まあ、そういうね、こう突っ込まれてますね。ジェルビヨンデンとビヨンデンは、イギリス軍の英雄の,強烈の後ろに座るのを待たなければいけませんでした。まあ、遅れていってるわけですから、椅子がなかったみたいなんですね。で、その普通の、なんかトラさんとかで。 でも、前の方に座るはずのところがもうないから、ビヨンデンは後ろの方に座ることしかできませんでした。と、そういう,うに。まあ一応記事ではガーディアンがこれ報告してるんですけども、あのー、元々後ろやったんちゃいます。それ <laughs>。 ビヨンデンがね、前の方に座られて、うーん、頭ポリポリポリ言うてね、それでも困りますから。だからビヨンデンちょっとお前もうポリるから、もうちょい後ろの方座っとけやって、もっともっとなってたと思うんですよ。だから、まあ、その、いきなり、まあ、早く入ってですね、ビヨンデン後ろの方に座るってなると結構まあ、恥ずかしいから、遅れたから後ろの方にありましたとかね、そんな感じですかね。 で、ガーディアの記事の方では彼は世界で最も強力な人物かもしれませんが、まあ言うたらね、アメリカのトップですからね、え世界でももう強力な人物だと思われてると思うんですけども、ビヨンデンたちは明らかに遅れた到着は、あの、ザマスさんの葬式の細かく調整された振り付けを混乱させることを許されませんでした。やっぱりいろんなスケジュールがありますから、ビヨンデンのせいでいろいろ調整させられたということがね、分かったみたいです。で、ジー・ビヨンデンは他の国家現象 や政府厳守と一緒に修道院にバスで行くのではなくこれこれあの天皇陛下もね乗ってはったということで乗り合いバスで行くのではなくアメリカの大の統領が安全上の理由で使用するリムジンであるビーストそれで修道院へ行きましたでその修道院行く時になんかあの混んでまんねんということとあのイギリスの方では混んでるとか人がいっぱいおるということなんですけどもビヨンデの車見つけたとき多分ツイッターの方でこれ結構出 ってたんですけどもイギリスの国民の方がビヨンデの車に向かってレッツラゴーのブランのドンとかなりの大合唱が起きるっていう、お前イギリスでもそんな感じかいでねもうせあ、世界でもそんな感じでレッツラゴー言われどんかいでもアメリカでも歴代トップの数取ってますからありえませんよね。やっぱね、色々悪いことやったんでしょうね。 なんか、ビヨンデンはイギリスでもレッツラゴーのブランドのドン合唱が始まると、まあそういう記事がありましたのでお伝えさせてもらいました。まず国葬を遅れるって考えられませんからね。何やっとね言うて、何やっとんね案件ですね。で、もちろんトラさんがそれを見て黙ってるわけありませんよね。ビヨンデンがなんで14列目に座って てるんですかっていうねそういう発言をされてましたで、えー、もね、えー、結構意味しんちゃいますかトラ、えー、さんが月曜日に国葬で、えー、ビヨンデンが14列目に座っていることに対して発言をされましてまず遅刻したことに対して何やっとんねんとまあ、いうこととジルビヨンデンが、えー、黒いヘッドバンドなんかそのジルビヨンデンがなんかつけてるリボンに対してですね、えー、馬鹿げてるんちゃいますかでちょっとちょっとそのリボンに対してもね何やっとんねんみたいななんかそんな発言をされたみたいですねでトラ さんはビヨンデンデがで、トラさんがこれはわずか2年間でアメリカに起こったことです。尊敬していません。しかし、私たちの大の統領が特定の第三世界諸国の指導者たちと知り合ういい機会です。ビヨンデンあんまり表に出ませんし、あんまりその階段とかもね、頭ポリ,ポリポリポリするだけですから、なかなかできへんから、まあこういう機会でいろんな人と知り合うのはもうええ機会ちゃいますかと。で、あったらあったり、こいつ全然しゃ なんでお前これアメリカのトップやったんねんでね、そんな風になるってトラさん分かってるんでしょうね。まあ知り合う機会でしょうということと、もし私が大の統領であれば、彼らは私をそこに座らせなかったでしょう。だからトラさん自身も、俺やったら14列目に座るなんて考えられへんと、ありえるか、言うてそういうことを言ってました。そして私たちの国は今とても大きく違っています。トラさんは月曜日トゥルーソーシャルでえ次のように述べました。不動産では政治や生活と 同じよよううに場所が全てですということですすとといこねだから、ま、あいろんな、まあ、階級って言ったらちょっとあれかもしれませんけども、あのー、アメリカのトップが14列目に座るっていうことをちょっと考えられへんことみたいですので、まあ、今のその世界の現状って言うんですか、えー、ビヨンデの立ち位置はその辺やということみたいですね。 まあ、ビヨンデンは世界でも、まあ、14番目以降というか、まあ、14列目ですからね。まあ、いろんなところで下の方におるっていう記事がありましたね。それに対トラさんも発言されてまして、ご紹介させてもらいました。次は、トラさん陣営の右腕の右腕、マイク・リンデルさんです。まあ、マイク、枕会社の社長になるんですけども、お発表してまして、今後18時間以内に、F の B の I と、まあ、アメリカの政府自体、えー、それを訴えますっていうことで、ウエスタン・ジャーナルとの独占 インタビューこれで答えててる時に発言されれましたこれはこれで結構すごいことだと思うんですけども、リンデルさんは、ウエスタンジャーナのインタビューで、えー、リンデルさん、は F の B の愛を訴えることを発表しました。なんでかっていうと、リンデルさんが関与しているこの仕事の内容なんですけども、F の B の愛がこう、なんか操作というか、携帯持っていきましたけども、そのおかげでいろいろ失敗してるみたいなんですね。うまいこと、仕事がいってません、というふうになってます。どういうことかと言いますと、リンデルさんは、 あのー、アマゾンみたいな形で、ご自身のミニアマゾンプラットフォームを立ち上げておられるんですけども、リンデルと提携した5つの企業のうち4つが、F の B の愛がリンデルさんのこのうんぬんかんぬんやってる携帯を持っていたとか、まあその調べてるっていうことで、契約を取り下げられてるらしいんですよ。邪魔しとれないかいて。F の B の I 謎に携帯持っていくっていうことで、あのー、仕事がうまいこと言ってないみたいですね。でそのうちの4人から電話がありまして、えー、マイクやとリンデルやと、 F の B の I が関与してるんであれば取引しませんというふうに、ね、きっぱりも断られてるみたいなんですよね 人々は今、私が何か悪いを行い、まあ、反の罪を犯したっていう認識を持っていますと。で、他にもその銀行関係になるんですけども、リンデルさんとこう、パートナーを結んでる一社は、F の B の I を理由に、えー、圧力するかけたと。もう、切りますっていうことで、銀行とも,も、まあ、切られて、ボトルやんけん、ね、お金渡すつもりはありません、って、えー、そんなことをね、言われたみたいなんですよね。 これはこれでですね、F の B の愛がやってることっていうのはちょっとどないですかと、まあいう案件になってきますので、まあトラさんも多分この辺りは動いていくと思うんですけども、まあ、リンデルさんもですね、ご自身の動きで、えー、いろいろやっていってほしいですということと、まあ F の B の愛の悪い行いをね、明らかにしてほしいなと思います。 次はトラさんですね。トラさんがご自宅に戻りました。F の B の愛が操作したとこなんですけども、その場所は決して同じようになることはありませんということで、いろいろね、あの、その操作の中身を全部暴露してくれてまして、言ってるのが、えー、月曜日になります。先月のリゾートを標的にした F の B の愛の操作を避難しながら、ご自宅に戻ったことを明らかにしました。昨夜、フロリダに到着し、さらに別の政府の反応罪、F の B の愛の襲撃と渡 私のののの家、の侵入の現場をチェックするたた。めの長く詳細な機会がありまし一回戻ってどうやってやったのか何をやったのかっていうことを細かく見たらしいんですよね。で、それに対しておそらく彼らは修正第4条はもはや存在しないと考えていると思います。だから法律というかその制度というかそれはもう全部逸脱してもうていると。だからあいつらはそんなもんないって思ってんちゃいますかみたいなそんなことを言ってはりましたですね。 で、彼らにとって存在していません。いずれにせよ彼らがしたことの後、その場所は決して同じことになることはありません。ということで、トラさんは住居を略奪され、私が残した状態とは大きく異なる状態にあると述べ、F の B の I 捜査官は私の寝室で靴を脱ぐことさえしませんでしたと。ベッドの上とかを靴のままボリ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 ,ボリでな歩いていたんですかね。 どんな感じかわかりませんけども、んか操作するとかっていうよりもこれ襲撃みたいな感じになってんちゃいますかね。 で、トラさんは他にもですね、えー、家族と、あと弁護士と一緒に、F の B の愛がこれ操作してるときに、えー、その場にいませんでした。ニューヨークにいました。で、ニューヨークからカメラで彼らを見ていたということで、それはあの、弁護士の方が、ね、これ暴露してくれてるんですけども、トラさんは全部分かっとったらしいんですよね。だから、それに対して、じゃあそう、F の B の愛がの操作をですね、えー、実はこんなこと分かったんやで、とか言うてますけども、全部映ってますよっていうことで、<laughs> もしかしたらこのトラさんのこのカメラの状態、 情報がねい出ろいろ出ててくくれば結構、ね、悪いこと出てくるかもしれませんねなんねなかちょっとありましたけども捜査官があのー、ご婦人のですね、えー、パンツ見てるとかねなんか匂ってるとかなんかそんなこともありましたけどもそういうことがもしかしたらで他にも出てくるかもしれませんねで最後に寅さんが言ってはるのが「私はこの国の偉大な人々を決して忘れません」ということを言ってはりますので、まあ、この直近のラリーの方でもですね待っとけと「もう今から俺戻るからな」みたいな。 ね、そんなこと言ってたりとか、ちょっと気になるのがこれ、わからないんですけども、トラさんが演説して帰っていく時の国旗ですよね。なんか星がないとかねえ。通常のあれ国旗じゃないんちゃいますかとか、なんかそんな風にも言われてたりもしますんで、またここね、期待したいところではありますね。で、また新しい情報は分かり次第、えー、お伝えしたいと思います。お時間以上になります。また後かなお伝えしてもら、ね、よろしくお願いします。ありがとうございます。